激震サンダーウォーズはさまざまな戦国模様を見せつけました。しかし未だ三軍団の男の意地とメンツをかけた戦国絵巻は果てるともなく続いております。プロレス戦国時代に生き残るのは果たして誰なのか、どの軍団なのか。維新軍は天下を制するために今夜も戦います。長州力、八津義明、アニマル浜口の参戦し、全日本軍団をリングに葬るために、そして喧嘩取りを実現するために、冷酷なまでに自分に厳しく今夜も戦場に向かうわけであります。軍団闘争はまさに混迷化してまいりました。次から次へ国内戦争は思わぬ事実が勃発しております。阿修羅原の激しい挑発は中でも全日本軍団を混乱に陥れました。しかし軍団闘争を勝つためにはチームワークが第一。さあ今夜のトリオ、ご覧の大熊、ベテランの大熊が鶴竜を引っ張ります。こういった乱世の時代にはベテランの力が必要かと思います。今夜の対決、ベテランビッグ熊の参加によりまして鶴竜も一層燃え上がるでありましょう。シックスメンタッグマッチ軍団闘争、試合に先立ちまして両軍団に日本テレビからの豪華な花束が今贈られました。長州力軍団、そして鶴竜軍団。今夜の参謀は大熊元氏です。本日の第40分本勝負6人タッグマッチを行います。あとは240番のアニマル浜口。長州軍団、まずはアニマル浜口、常にマイペース全力投球。85年の後半、期待を抱かせる八津義明。全日本プロレスのマットでさらに広がりを見せました。長州力、ベテラン健在です。全日本を今夜引っ張ります。大熊元氏、今年の上半期最も光った働き天竜。この秋には世界チャンピオンを奪取してほしいジャンボ鶴田。最後の名イベント、60分の一本勝負で行われます。全日本軍団にビッグ熊、大熊が参戦した軍団闘争。維新軍のターゲットにされるかと思いますけれども、今ベテランの中で最も光っている存在、これが大熊元氏であります。竹内さん、はい、今夜大熊が入った全日本軍対維新軍の対決、この大熊の働きいかんでしょうね。そうですね、やっぱりこの中堅あるベテランがですね、どういう形で活躍するかによってこの軍団構成大きく変わってきますからね。そうですね、風山さん、はいはい、大熊元氏、ビッグ熊は今年43歳、キャリア23年、はい、伊達じゃありませんからね。そうですよ、はい、23年のとにかく年齢を重ねてるからね。さあ勝負の方はしかし大将同士が最初からリングの中に登場してまいりました。さあ超満員の後楽園ホール、長州軍団、ジャンボ鶴田軍団、2人の声援はどうやら二分しているようです。非常に落ち着いた表情のジャンボ鶴田であります。まあ、先ほども冒頭ちょっと触れたんですけれども、竹内さん、はい、ジャンボ鶴田には、今年の秋 NWA 世界ヘビー級チャンピオン取りというような期待がもうファンの皆様からかかっているようですね。そうですね、それだけにですね、そうそう軍団構想の中に巻き込まれてわけにはいかないわけですよね。そうですね、まずオープニングヒットになりましたジャンピングニーパット、今夜は先手先手ジャンボ鶴田、受け身に回りました長州力であります。さあしかしこの昭和60年、プロレスの上半期は長州に明け暮れたと言っても竹内さん過言ではないですね。そうですね、ともかくこの全日本のリングにはですね、長州旋風が吹きに吹き荒れましたからね。そうですね、サソリ固め、あるいはリキラリアットは毎週テレビを賑わせました。それにしても田山さん、はい、長州人気の凄まじさというのは我々も改めて思い知らされましたね。そうなんですよ、本当に長州人気大変なもんですね。本当ですね、まあ、竹内さん、今ではこのプロレスファン以外の人たちにも長州力の名前を刻み込んだというような感じがありますもんね。そうですね、それだけやっぱ長州の功績非常に大きいものがありますね。はい、まあ、長州にとりましては、プロレス界の下半期さらに前進あるのみでありましょう。さあ今度は八津義明が登場してまいりました。八津義明の今年の上半期の働きぶり、竹内さんどうご覧になってますか。そうです、上半期の前半の方はですね、非常にやっぱりその長州の右腕としていい活躍をしたんですけどね、はい、ジャンボ鶴田とのシングル戦、この辺りで挫折したあたりからですね、ちょっとペースが崩れているような感じしますね。なるほどね、
風山さん、はい、今年の1月から始まったこの3軍団の構想なんですが、はいはい、そろそろまあ上半期が終わろうとしてますけれども、正直な見方としてどの軍団がリードしてますか？やはりね、維新軍団がね、長州の維新軍団が押しておりますね、はい。竹内さん、いかがですか？まあ、全体的に勝率においては全日本軍団非常に健闘してるんですけどもね、ただやっぱりファンの率直な反応、はい、あるいは一つのその試合内容を見てますとね、これやっぱ長州軍団が相当押し寄せムードを出してますね。さあ、注目のリグ熊が登場してまいりました。力はあります。何しろキャリア23年、こういう竹内さん、ベテランが前線に出てきたというのは非常に頼もしいですね。頼もしいですね。いいですね。さあ、おっと、飛んだ、飛びました。大熊元氏が飛びました。もう大熊がこれだけ暴れることができるわけですから、パートナーのグレート小時間、あるいはまたロッキー畑佐藤、こういったあたりもっとこの最前線に出てきてほしいですね。そういう面でやっぱりいい刺激を受けてほしいですよね。本当なんですね。相手はアニマル浜口だ。一歩も引けを取りません。43歳のベテラン大熊元氏。さあ、相手は2人だ。クロスラインを引く八吉明とアニマル浜口。ちょっと姿勢に回りました。しかしベテランです。一歩呼吸をずらして、この後の攻撃が見ものであります。八吉明を相手にする。さあ、今度は抱え上げた。大熊元氏120キロを抱え上げてバックブリーカーに取っています。八吉明の動きが非常に目立ちます。今夜の動き。さあ、鶴竜につないだ。天竜の登場です。天竜と八吉明、おそらく下半期この2人のシングルの対決も必ず行われるでありましょう。面白くなりそうです。軍団構想、天竜が張り切っています。さあ、天竜が出てまいりますと、やはり長州力だ。下から足をすくった、ものすごい勢いのストンピング一打。相手の息の根を止めるか、長州力。竹内さん、はい、長州力の上半期への期待はベルト取りでしょうか？当然やっぱりベルトに今度は焦点が置かれるでしょうね、はい。さあ、受けて立ちます。さあ、天竜源一郎、両方の肩に乗せました。さあ、前に落とすか後ろに落とすか、ゆっくりとした間合いを取ります。長州力、一旦はアニマル浜口に先にタッチ、俵返しでズバッと落とした。そして空中エルボーを待ちます。この辺りのつなぎが、竹内さん、何とも言えずにくいですね。ないですね、全く無駄な動きがないですからね。長州力はもう余裕しゃくしゃく、アニマル浜口に任せます。さあ、アニマル浜口と今度は天竜だ。さあ、ブロックバスターに取りました。得意なパターンです。後頭部をやや打たれている天竜、今度はスリーパーへの流れを取ります。アニマル浜口、本当にいいレスラーです。この人がいてこそ長州力が目立つんです。さあ、八吉明、ムーンズと首を捉えました。フライングネックブリーカードロップ、天竜ちょっと姿勢に回りました。ブルドッキングヘッドロック、また頭の側頭部を打たれました。カバーの体勢に行きます八吉明。さあ、まだエンジンがかからないか、川津がけ、川津落とし、ここからの流れ、天竜がどう作るか、そのまま覆いかぶさりました。竹内さん、天竜の話題になりますけれども、はい、天竜の前にはこのいろいろとですね、未知な世界が展開されていくんですが、あくまで可能性を一つ一つ解決してこそ天竜株が上がるというもんですよね。まあ、天竜の場合、それほど焦りがなくですね、着実な歩みをしてきたわけですからね、はい、これからもやっぱり自分の目標は着実にやっぱり歩んで続けてほしいですね。天竜がエプロンに下がって、今度は大熊フライングヘッドパット、豪快な技を出しています。そして大将鶴田。さあ、鶴田と八吉明、一本足一本足でぴょんぴょんと相手のコーナーに向かいますが、これはもう引きつられてきたという感じ。さあ、長州力がここで出ます。長州力が出ます。ジャンボラリアットとリキラリアットの対戦になりました。さあ、ちょっと完全にアニマル浜口がフォローに出ておりまして、動きが取れません。再びフライングメイヤー、リングの中央に持ってきた長州力、そしてジャンボ鶴田。先ほどもちらっと触れましたが、ジャンボ鶴田がその上半期の最大の期待、 NWA 世界ヘビー級のチャンピオン奪取という期待がかかっているんですけれども、どうやら秋の陣にはチャンスがありそう。やはり鶴谷は、竹内さん、国内戦争も大事かもしれませんが、インターナショナルの世界で活躍してほしいですね。そうですね、やっぱり国内も確かに大事なんですけどもね、やっぱり世界があるわけですからね、そこで当然世界にも大きな目を向けていってほしいですね、はい。そうですね、 NWA の世界ヘビー級の王座を取って初めて全日本プロレスの本当のエースになれます。さあ、ダブルの攻撃、
この攻撃パターンをいつも食ってしまうんですが、風間さん、防ぎようはないですかね。天竜がフォローに出ました。バックバック、もっと早くフォローしなきゃいけないですね。相手を分断します。相手を分断いたします。しかし鶴田、後頭部をちょこんと頭を振りました、後頭部をちょっと打たれています。さあ八つに今度はカウンターのエルボー。これは激しく当たった、怒りのエルボーだ。鶴田、相手を抱き起こして自分のペースを取るか。いい体勢を取った。まずボディスラム、一つ一つの技が本当に重さが感じられます。余裕しゃくしゃく、ジャンボ鶴田、一旦は防戦に回りましたけれども、ここでビッグクマにつなぎます。さあ大熊元氏の登場だ。現在軍団構想の最前線に出ています。上半期も活躍しそうだ。さあ大熊元氏、さあどうだ。八千代明をムーンズと掴みました。この軍団争いというのは、竹内さん、はい、レスラーにとりましてはいわゆる団体戦の構想が今、注目されておりますけれども、その間に個人の争いもあるわけですけれども、そういうことですね、まあ、その結果はひとまずはスペシャルウォーズイン武道館で答えは出るかと思います。ご期待ください。さあリングの中央、天竜と八千代明であります。冒頭にこの3軍団の構想はなかなか結論が出ないということを言いましたけれども、竹内さん、はい、今後の上半期の予想としてどうですかね。いつ頃結果が出ますかね。まあこれはですね、下半期、上半期はですね、タッグ構想が多かったわけですね、はい、したがって今度は下半期になりますと当然シングル構想、トレーニングウェイトが分かると思いますんでね、そうなってくるといろんな形で星争いがはっきりしてくるんじゃないですかね。あ、そうですか。大熊が2人に捉えられました。さあ有馬の浜口が覆いかぶさります。まだまだしかし今年いっぱいこの軍団構想は大きそうですかね。まだまだかかりそうですね。アニマル浜口のドロップキック、猛然と襲いかかる。動きが速くなりました。浜口の動きが速くなりました。さあ自らタッチを求めます。鶴田、さあジャンピングにバットがドロップキック、ドロップキック、ドロップキック。鶴田のドロップキック鮮やか、顎を砕く、そしていい体勢で、さあダブルアームスープレックス。まさに天下一品。他のレスラーがやるのと一味違いますね、竹内さんね。真後ろに非常にいい角度を投げますからね、本当に素晴らしい人間風車。そして鶴田が出てくると長州です。さあこの辺りでジャンボラリアット、リキラリアットの応酬が見られるか。ドロップキック、ドロップキック、先ほどジャンボが打ちましたからね。ライバル意識ですね。まさにライバル意識むき出し、蹴り上げる、すごい蹴り、すごい蹴り、すごい蹴り。青色が変わりました。長州力、そして首を捉えます。この緩急自在なつなぎ、風間さん、はい、かすかに全日本プロレスのマットに上がって長州力のうまさがこの6月に入ってもう本当に見られますね。それで長州はね、非常にパワーアップしたような気がしますね、はい、初めよりね、竹内さん、最近本当によく気がつくんですが、はい、長州力はパワフルだけの攻撃だけではなくて、その間にこういう技を間に入れていきますよね。つなぎの技がですね、非常にやっぱりうまくなってきましたね。幅が広くなりましたね。この長州力に対して今度はストンピングでお返し、さあやります。長州力とジャンボ鶴田、長州力とジャンボ鶴田、激しくやり合います。さあ今度は鶴竜の素晴らしい2人のコンビネーション出ました。鶴竜です。さあそして今度は脳天逆落としに持っていくか。おっと肩ですね。ショルダーですね。ショルダーにも落としました。そしてさあテキサスクローバーだ。テキサスクローバーホールド入ったぞ、入ったぞ。アニマル来た、アニマル来た。あっとテキサスクローバーにうまく入ったんですけれども、ここはジャンボ鶴田が助っ人、アニマルをまずジャンプグニーパッドで飛ばす。天竜は外、天竜は外、長州力も外。さあ放送席が猛烈な勢いで壊されます。放送席が完全に破壊されました。場外、天竜と長州力、そして鶴田と八千代明がやり合います。さあ2人が再びリングの中に入りました。長州力と天竜、長州力と天竜。さあ思い切ってロープに飛ばす。長州当たった、天竜が肩から当たりました。さあ今度はおっとバックドロップか、バックドロップか、踏みとどまった。今度は反対に天竜が、おっとしかし八千がバックドロップ。天竜の後頭部を打ちました。大久保フォローに出ましたが間に合いません。さあ大変な一戦です。リング上再び天竜と長州力、その前に顔が青ざめました。さあ今度はサソリ固め、八千代明が猛烈果敢なバックドロップ1本打っておりますので、その後のサソリ固めちょっとバランスを取ることができません。さあ鶴田ダリアット、 D
リキーラリアット、ダンボツルタナオゴに命中。さあ今度はヤツ、ヤツが天竜を捉えて、アニマル浜口が助っ人、そのままバックドロップで突き落とした。さあ天竜立ち上がるか、天竜立ち上がるか。さあ今度は円髄、円髄で長州力に猛然と襲いかかる。そして飛び込んだ、肩から当たるショルダータックル、生き返ったか天竜、生き返ったか。大きく深呼吸、一番正面からさすがに粘り強い、粘り強い。今度は垂直落下式バックドロップ、垂直落下式のバックドロップ、両者ダブルナックダウン、両者ナックダウン。這い上がったのは長州力、そのまま抑え込んだ。必死で天竜返します。そして八つを呼び込んだ、必死で八つを呼び込みます。天竜ちょっと苦しいか、天竜苦しいか、顔が青ざめた、ちょっとフラフラの状態です。さあ今度はショルダースルーだ、また行きます、しかし耐えます。天竜のこのなんという凄まじい耐久力、まだ頑張る。コーナーに飛ばされた、さあラリアット、天竜ラリアット、左のラリアット炸裂、これはいい攻撃でした。そして逆エビの体勢、いいパターンに入った逆エビ、おっとおっと、誰だ誰だ、おっと、あ、アシュラー、アシュラーが猛烈な勢いで飛び込んできた。アニマル浜口にラリアット、長州とやる、アニマル浜口と、アニマル浜口は完全にぶっ倒れた。アシュラーと長州力だ、天竜も場外、長州力とアシュラーだ。アシュラハラは今夜も迷彩色のランニングをつけ、またまた後楽園ホールに乱入であります。これがアシュラハラ、タイトルを取った。まさにアシュラハラの竹内さん、無差別攻撃ですね。そうですね、まっ全く相手を選んでませんからね。そうですね、全くアシュラのごとくですな。そうですね、あっという間に後楽園ホールに飛び込んできまして、さあこの後の結末はどうなるんでしょうか。あっという間に吠えまくって控え室の方に消えていきました、アシュラハラ。このアシュラハラも竹内さん、はい、全日本プロレスのマット上下半期おそらく中心になっていくんじゃないですかね。まあ、このシリーズはですね、格段に格段を続けたわけですけどね、もう次期シリーズはやっぱり何らかの形でリングに上げてですね、はっきりさとした形をつけなきゃまずいですね。そうですね、このアシュラハラを巡りましての攻防も上下半期のテーマになっていくことでありましょう。これがアシュラハラであります。さあひとまず勝負の内容ですけれども、全日本軍団と維新軍団の激突は今結果が回りました。13分25秒、無効試合でありますが、さあまたお客さんの流れちょっと見てみましょう。アシュラハラを今度は維新軍、全日本軍合同で追いかけてますね。いやこれは大変なことになりました、目下の狙いはアシュラハラ。さあしかしまた維新軍とやり合います。アニマル浜口と大熊の表情が見られました。これはジャンボ鶴田、これはジャンボ鶴田だ。誰を相手にしているのか、ちょっとお客さんがもう大勢入っておりますので、ちょっと分かりません。あーしかしアシュラハラの姿はやっとなくなったようですね。もう消えたようですね、今夜もまた突然乱入してまいりましたアシュラハラ。本当の狙いは誰なのか、長州力にもほざきました。さあ今度はアニマル浜口がマイクを取ります。ひとまず全日本軍団はリングサイドにおりましたが、維新軍長州力、アニマル浜口、八津吉明、この3人がアシュラハラをいつでもやろうというようなことを言っているようです。さあ天竜が今入ってまいりました。さあ再びやり合うのか、おっと長州力と天竜激しくやり合う、また始まった。さあまた試合再開という感じであります。もうちょっとリング上は無法地帯と化してしまいました。この試合はまあ無効試合というのはもうやむを得ませんね。あ、これは無効試合ですね。当然タイガー服部レフリーが入りまして、なんとか両陣営控え室に戻ってくれと選手に頼み込んでおります。しかし全選手が興奮しています。全選手が興奮していますので、まだまだ収まりがつきません。アシュラハラ、乱入者のアシュラハラの姿はなくなりました。さあどうでしょうか、両陣営でありますが、天竜の目が座っています。長州力の目が天竜と合いました。
再びやり合うかどうか。まあ竹内さん、放送的にもこの後楽園大会は、下半期の最後の放送ということになりましたけれども、上半期の最後の放送ということになりましたけれども、軍団構想プラス芦田原の出現、まだまだ下半期続きそうですね。そうですね、あの芦田原の登場でですね、新たなまた新展開になりそうですね。そうですね、果たしてどういうような展開になっていくんでありましょうか。やっぱりこの秋の台風の目は原かもしれないな。はい、まさに風雲急を告げてまいりました。全日本プロレスのリング上、下半期にもどうぞご期待をいただきたいと思います。今夜のメインイベント最後の試合は大熊天竜鶴田組対アニマル浜口八津、長州組の対決は13分26秒、無効試合に終わっております。